民泊ホストのゆきこです。今日もですね、窓の、これ始まったんですけども、いや私一応コーヒーがあるんですけど、もう私陰キャでコミュ障なんでね、コーヒーどうぞの一言が言えないんですよ。なんかこうコーヒーどうぞとか 言ったらまあ、多分この人たち笑顔で あもう忙しいからとか言うと思うんですよ。でまあやっぱり日本でもそうですけど、アメリカでもなんかこう忙しい時に話しかけられるのうざいですよね。いやもっと私早めに一人目が来た時に「あコーヒーどうぞ」って言ってもよかったんですけども、まあまあ、今の時代もう日本でもそういう大工さんとかそういう人たちにお茶出しとかそういうの出さなくなったのっていつだろう90年代ぐらいですかね。だけどその時にその頃から、なんかこう手抜き工事とか血管工事とかそういうのがまあ目立ち始めた時期でも あると思うんですよね。でまあもちろんアメリカなんかだとまあ大人はみんなフルタイムで働くのが普通みたいなんで、もうそうすると家に誰もいないって感じ。まあ今の時代だとなんだ、多分オーガストスマートロックとか使って、まあその、まあ、大工さんとかそういう人たち家に入れるようにしてると思うんですけれどもね。でとでまあそうお茶出しとかもしなくてもいいっていうのは分かってるんですけど、まあ、私なんかもう友達がもう全然いないかわいそうな人間なんで、こういうまあ民泊ホストとか大工さんとか配管工の人とかそういううちに用事があって来る人以外にこうお茶出しとかするチャンスすらないんですよ。まあ、友達いないって、まあ、寂しいんですけども、まあだけど、うん、まあでもいいや、もうそろそろ終わりそうだし、それにこのコーヒー結構微妙な微妙な分量になってしまったんですよね。でなんかこうマグカップも出したりなんやりして、いや本当は陰キャコミュ障になっちゃったんだなとか思って、でまあ特にアメリカ人とかはこう、何かどうぞって言っても、あ結構ですってこうなっちゃうことが多い感じなんですよね。まあ、遠慮っていうわけじゃない、それとも興味がないんだかなんだかということでございました。言いたいポイントもこれと言ってなくて、本当もう活動画なんですけども、で、あこの白い大きなバンが、まあ、この窓を交換してくれるあれで、で、その隣、遠くに銀色のシルバーのあれが私の愛車です。カムリ、トヨタのカムリです。はい、まあ中古の車ですけども本当にもう頑張ってくれて、はい、愛しい車です。で民泊のゲストの方がシャワー浴びてそろそろ朝ごはんを食べに来ると思います。では失礼しました。